ミッキー、ケッキー、マスクティー、そして後ろにローリー。はい、いやー、刹那休憩だよ。今回は怖くない2ですよ。怖くない2の実況をしていきたいと思います。よろしくお願いします。この怖くない2、前作怖くないの続きでありますな。2やけんそうやろうな。うん、2ですよ。というわけでね、この実況を見てくださっている皆さんで、まだ怖くないを見たことがないってこと方は、さっきにそっちを見てくださった方がいいと思います。でもって、俺も怖くないの1の方の実況をしているんで、再生リストでそっちの方の動画を先に見てくださった方が推奨ですし、俺も嬉しいと思うんで、よろしくお願いします。というわけで、怖くない2を実況していきたいと思いますが、その前にね、俺の実況を、俺の怖くない2の、俺の実況の場合の決まりとして一つだけあるんですよ。それはね、怖くないをどうやって読むかって言うんですけどね、前作でもやったんですけどね、怖くないって読んでるんですよ、俺は。怖くないってね。だから今作の場合は、怖くない2。そんな感じになります。これは多分、ゲーム終わるまで、そして作者さんに、やめろって言われるまでは、これは続けていきますよ。っていうわけで、ニューゲーム。2ってことは続編なんかな？ねえ、怖くないって知ってる？え？なーに？それ、怖くないっていうのはね、呪いの幽霊なの。確か前作もそんな感じだったよな。入り方もこんな感じで始まったし。なぜか、学生たちを家に招き入れて殺しちゃうんだって。しかも私たちの学校でも2年前怖くないに殺されちゃった子が3人いるらしいの。お、前作の2年後っていう設定なんかこれ。3人っていうのは前作に出てきた人物だと思います。あー、これバック1見てない人ブラウザバックしてね。ブラウザバックしていいよ。ネタバレになっちゃうよ1の。何それ、やだ。当たりもだんだん暗くなってきたし、ねえ、早く帰ろう。ううん、もう帰れないよ。僕に殺されるんだから。おい、ちょっと待って、怖くないとか言いながら、結局なかなかいい感じの怖さ。の後にこれかよ。の後にこのビジュアルかよ。復讐？ああ、復讐だ。俺のお兄ちゃんは怖くないって言われて殺されたらしい。確かポピオさんだけ。ポピオ。ポピオって前作にできたあいつでないか。やたら一人浮いとったやつや。本人はふざけとるっていう自覚ないんだろうけどさ、やたらさ浮きまくっとった感じよ。青鬼で言う、たけしみたいな感じなんよ。前作見てね、そのあたりは。さ、おめぇ！うひひ！ポピオ兄ちゃんはすっげえいいやつだったのに。幽霊なんかに殺されて、人生が変わっちまったんだ。終わっちまったんだ。ポピオの弟って言うけどさ、これ。全然似てない。でも、私、幽霊とかいないと思うんだけど。めっちゃテンション高いよ、この女の子。俺だってそう思いたいさ。でも、俺のお兄ちゃんを殺されるとしたら、幽霊しかありえねえし。信じるしかないんだよ。それで、ウェヒマルっていう名前な。名前で、ウェヒマルが、その怖くないを倒すと。絶対倒しやろね。怖くない。お兄さんが殺されたところに行くなんて危険だよ。何言ってんだよ。いいかい、俺はお前兄貴は強いんだぜ。心配だな。この子はユウって言ったけん男の子か。いや、ユウって名前の女の子もおるけん微妙なところやけど。じゃあ僕もついていくよ。多分幽霊なんてそうそう会えないと思うけど、
もし出てきたら危険だし。ありがとうな、龍一。二人が帰ってこなかったってなったら嫌だし、行こうかな。龍一も来てくれんのか。マジか、超嬉しいぜ。これはもう大勝利だな。おいへへ。マリは。私行くぞ。勝手に死んできてよ。水臭いこと言うなよ。俺たち友達だろ。おいへ。友達どころか同じ学校に通いよることがもうちょっと嫌な気がするよ、こいつとは。もうマジ最低、仕方ないな。よし、決まりだな。今日の帰り道に早速行ってみようぜ。うへー。すいません、もう喉痛い。学校の帰り道、俺たちが怖くないのことをずっと考えていたからか、それとも偶然か。たまにしか現れないという怖くないの家に俺たちはたどり着くことができた。さすが兄弟やな。ちょっと待って。上ひまるだったよな。さすが兄弟だと思ったよ。だってさ、前作さ、ポピオもこんな感じで回転しよったもん。さすが兄弟やわ、ほんとさ。兄弟、顔は似てなくてもやることは一緒なんやな。おいひー、来たぜ、ここだ。ねえ、やっぱり帰らない？なーに言ってんだよ、今さら怖くなってんか。みんな、今日死ぬかもしれないんだよ、怖くないの？俺は今恐怖より怒りの方が強いぜ。兄貴を殺したクソ幽霊をぶっ倒しや。正直僕はそもそも幽霊なんて出ないんじゃないかなって思うんで、思ってるけど、もちろん怖いよ。ここまで来て入らないわ、つまんないわ、楽しそうだし入りましょう。なんかこの子テンション高いな、無駄に。そっか、じゃあ。おお、入るぜ。おいへへ。まあこいつがめっちゃテンション高いせいで、まあまだこの女の子がテンション高いけど、まあそんなもんかなぐらいの感じになってしまうよ。怖いな、テンションって。というわけで入るわけじゃ。まあ入る感じは前作と一緒やな。ただなんつうか興味本位で入ったんが前作やけど、今回は敵討ちみたいな感じで、それに連れ添え3人的な感じか。うん、一見普通の家だけど、この中に怖くないがいるんだよな。楽しみだぜ。マジ楽しみなんですけど、あ、私が殺されそうになったら誰か料理よろしくって。いや、この女の子可愛らしい顔してなんてこと。う、怖い。結局のところ、あの黄色金髪なんか知らんけど、金髪の男の子か女の子か分からん状態なんよな。扉は閉ざされている。このゲームは前作もそうだったけど、わあ、前作と同じ設定なんじゃ、キャラクターが。前作確か、なんか14歳ぐらいだったよな、主人公と。ポピオだけ13歳だったような気がするけど、それ以外は14歳でこんな感じの年齢だった。同じ学校って言おったけんな。お？操作説明書。まあいいや、このあたりは。じゃあまあ進んでいきましょう。ん？ん？何か落ちている。メモ1を手に入れた。こんなところでメモ1か。なんで、なんか早いな。薄れていく意識の中、脱出の手がかりを探して、俺はさまよっている。もうすべての部屋は調べ尽くした。出血も止まらないし、俺はこのまま何もできずに死ぬのだろう。ああ、ホラーゲームの定番になる、先に来たい人の置き手紙って感じかな。短い人生だった。家族への恩返しもまだだ。もう一度家族に、みんなに会いたい。後悔した感じかな。殺され、
出た、出てしまった。これがなんかっていうわ。キャーだ、誰？ん？おじいちゃんだよ。一家に一代おじいちゃん。忘れた？いや、俺も忘れてないよ。もうばっちり覚えてるよ。一家に一代おじいちゃん。なにそれ？私の家にはこんなのないんだけど。マリの家、遅れてるな。こんなものが家にあって何の意味があるのよ。家族だよ。家族だよ。それがわからないようじゃ、まだまだ、マリは、青いね。何それ、ちょっと、ムカつくんだけど。正直俺もわからん。とりあえず、ごく普通のおじいちゃんだ。前作からよくおるんよな。一家に一台おじいちゃんとか言いながら、怖くないの家には何人もおるっていう、そういう矛盾。コンペイトー来たー、コンペイトー来たー。このゲームの定番の二つ目といったところか。コンペイトー、甘いお菓子食べられない。今回は食べられないっていう説明も付け加えたらしい。こんな感じでコンペイトーはただ集めるだけの、まあなんつうかやり込み要素ってやつかなんですよ。前作もそうだった。集めたからって何があるわけでもない。ただゲームを終わっゲームクリアした時に何個集めたかっていうのをね出されるくらいけど、今作は説明書に書いてあったけど、なんか画像をくれるとか見せてもらえるとかそういう感じらしい。ワインが倒れている。なあ、このワインちょっと匂わないか。うへー、これはちねえ、ちち、あ、同じ反応した。本当？うっそ。あら？え？普通に賞味期限切れてるだけでしょ。うぜえ。ワインは数年放置しても完全に飲めなくなるとは限らないし、こんなに匂いがきついっていうのもおかしいな。本当に血だったりしてんな。じゃあちょっと舐めてみるわね。やめとけや。やめとけ、お前、好奇心でかすぎるだろ、お前、やめとけ。え？いや、やめた方がいいよ。ペロ。何よ、美味しいじゃない。本当に大丈夫？大丈夫よ、マジマジ。もっと飲みたいくらいね。未成年だし、ダメだよ。これはそっとしておこう。しゃあないわね。マジどんだけ。この子お姉なんじゃないかなって思ってき始めたんやけど、このテンションと今のどんだけでさ。とこでね、前作どうしようかな。前作の話ちょっとしながら行った方がいいんかな。前作ではね、そういうなんか前作ではワインじゃなかったけど同じようになんかこれ食べてみたい的なんがあって、ダメとか言うたのに、いきなり食べ出したんよね、ヒロインの子が。それで、おばき、言わぬ方がいいかな、これは。さて、鍵が閉ま、ここは開いとったところじゃ。向こう側が、もう閉まっとんか。じゃあ、どうなるか、つ話を。あ、ここ開いてなかった。うへーひー、なんかあまり人の気合を感じないな。やばい、喉がやばい。喉がやばい。うん、幽霊なんてやっぱり。俺にとっては幽霊がどうこうじゃなくて喉がやばい。クソよ。じゃあこっち。一家に一台おじいちゃん。まだできた。そして回転している。起動中か。何だ、回転したら何だっていうのは全然わからん。うん。まあ大体、おじいちゃんがおったからって調べたって、まあ別に他のと違うところとかあるわけじゃないんですよね。前作からのと同じようなもんかな、この辺りは。喉痛いし、今回はこの辺にしとくかな。これさ、ここに乗っとるキャラクターは、なんか可愛かったり、かっこよかったりするのにさ、実際これやけんな。竜が、結構いい感じで、竜也もまあ、許容範囲というか、
ポカポカした感じのやつなのに、マリがなんかちょっと気狂っとんかっていうような名刺取って、ウェヒマルはもう寝たぜみたいなもんやけんな。うん、気が合いそう。じゃあ今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週上げ。喉痛いです。喉痛いんです。